ポルデノーネは、イタリア共和国フリウリベネツィアジュリア州にある都市で、その周辺地域を含む、人口約5万1 0 0人の基礎自治体。ポルデノーネ県の県都で、フリウリ地方西部の中心都市である。標準イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ。ポルデノーネ県南東部のコムーネで、フリウリ地方西部の中心である。ポルデノーネの町は、 ビットリオベネトの東約 27km、トレビーゾの北東約 46km、ウーディネの西南西約 46km、ベネツヤの北北東約 64km、州都ト,トリエステの西北西約 94km に位置する。ポルデノーネ県外略図隣接コムーネ隣接する、コムーネは以下の通り。ポルデノーネという地名は、 ラテン語でノンチェロ川の港を意味するポーショスノーニツに由来する。ローマ時代、ノンチェロ上流のこの地域に町が築かれた。地域のトレ地区の加工を中心に農産物や商品の集産地として機能した。取ってからはビラの遺跡が発掘されている。パラッツォ・コムーノリー6世紀頃には都市の中心はより多くの貨物の輸送に適した谷合に移動し、 ノンチェーロカワウガンに発展することになる。ローマ時代から10世紀頃にかけてのこの街の歴史は断片的ながら文書として残されている。サンマルコ大聖堂や視聴者周辺の地区はフリウリ編境博からイタリア王となったベレンガーリオ一世の時代にケルンテンの人々によってスラブ文化の影響の下で築かれた。11世紀から12世紀にかけてポルデノーネは オーストリアの大貴族たちによって支配され、後にハプスブルク家の手に渡っている。現在の地域の中世における支配関係は複雑で、トレの城と周辺地域はアクイレア壮大司教の所領となった後プラータ、領主の報道となり、その後ラゴーニアの領主に与えられた。また、バレノンチェロの村はザルツブルク司教に属していた。14世紀には、 河川交易によってポルデノーネは繁栄し、1314年には都市の核が認められた。1318年8月23日には大火によって市内の木造家屋が失われた。1347年にサンマルコ大聖堂の隣に首労が完成した。中世、ポルデノーネ市はたびたび薬病に見舞われており、特に1630年には市の人口の 約半数が死亡する最悪の薬病に襲われた。1508年4月20日、ベネツィア共和国の傭兵隊長、バルトロメオ・ダルビアーノは、ポルデノーネをハプスブルク家から奪取した。この時のベネツィア共和国の支配はわずか2年で終わり、1509年には、失感した。しかし1514年には再び、バルトロメオ・ダルビアーノによって、 ベネツィア共和国の下に置かれることとなった。ベネツィアは直接統治を行わず、バルトロメオ・ダルビアーノにポルデノーネを領地をして与えた。バルトロメオが1515 15年に没すると、その妻であるパントサイリア・ボリニーや息子のリビアーノによって1537年まで継承された。1537年にポルデノーネと近隣地域は、 ベネツィア共和国の直接統治を受けるようになった。バネツィア共和国はハプスブルク家統治時代にポルデノーネが獲得した特権を保障し、新しい港を建設し、製造業を強化してポルデノーネの経済を復興させた。1797年にベネツィア共和国が滅亡すると、ポルデノーネはまずオーストリアへ、ついでナポレオンの手に渡った。 ナポレオン没落後はウィーン会議によりロンバルドベネト王国の一部となりオーストリア帝国の支配下に置かれた。オーストリアとベネツィアを結ぶポンテイバナ街道の整備や鉄道の開通は河川交通の重要性を低下させたが様々な産業が盛んとなった。1840年以降、宝石業、製紙業、製糖業の工場が開設された。 1866年、第三次イタリア独立戦争の結果としてポルデノーネは、イタリア王国に編入された。1888年には、電気が導入され、工場の近代化と工業生産の増加を可能にした。しかし、第一次世界大戦による破壊と1929年の免火危機を受けて、都市経済は凋落した。第二次世界大戦後、 ザヌシ社が家電メーカーとして成長し、都市の住民も増加した。1968年、それまではウーディネ県の一部だったタリアメントカワウガン地域がポルデノーネ県として分割され、ポルデノーネはその県都と,となった。1974年にはカトリックのコンコルディアポルデノーネ教区の司教座都市となった。ポルデノーネには以下の分離集落がある。 フリウリベネツィアジュリア州では、州都トリエステ、ウーディネに次いで、第3位の人口を有するコムーネである。人口推移1919年、ポルデノーネには、神学校が置かれた。近年においては、ウーディネ大学トリエステ大学及び、ローマのイシアをホストする、大学コンソーシアムの本拠地となっている。ありがとうございます。